それと僕よりみすぼらしい格好してる人もいないな。この前のサンクスさんが看板変わりましたね。ファミマさんに。
けるかな、これ。入ってなさそうだな、これ。ない。ない。入ってるかな、一つ。一つだけ入ってた。開いてるけど狭いな。小型専用スペース。そっち入るか。の方が しかし狭いな、ここ。安いんですけど、狭いんですよ。よいしょ。150円だったね。日本人か。面白いね、こういう映像って。はい、どうも。ここは。ここでいいや。そこのやつか。ここは NHK の前のファミマさんですね。その看板替えしてサンクスさんかな、サンクスさんがファミマさんになったんですね。ゴミ箱がなくなっちゃったの。そこが店内に行っちゃったんだね。NHK南口売店っていうのね。だから知らないけど、
で食べてる人がいないから、NHK の様子が見てませんでした。NHK の様子。バイク、いつの間にかあそこにいたと思って、こっち、こっち。消防団。あそこでエンジン吹かしてると思った。いつの間にかこっちに来て。知らない間。ゴミ箱が、ゴミ箱あります？はい、はい、ゴミ箱片付けちゃったみたいです。ここにあったNHK の業者の人がいる。係のお母さんがみっちり鍵が閉まってるかどうか確認してます。ただは許さないぞ。ただ